クラウドファンディングとは、群集と資金調達を組み合わせた造語である。多数の人による少額の資金が、他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを意味する。現代では、インターネット経由で行われることが多い。ソーシャルファンディングとも呼ばれ、日本語では、クラファンと略されることもある。クラウドコンピューティングの、クラウドと混同して、 クラウドファンディングとご表記するものがいるが、正しくは、クラウドマイナスである。クラウドファンディングは、防災や市民ジャーナリズム、ファンによるアーティストの支援、社会、政治運動、ベンチャー企業への出資、映画、フリーソフトウェアの開発、発明品の開発、科学研究、個人、事業会社、プロジェクトへの貸し付けなど、幅広い分野への出資に活用されている。 多くの投資家から株式を募集することによる企業の資金調達の手法としても注目されている。この形のクラウドファンディングはジョブズ法に直接的な言及があるように最近アメリカ合衆国の政策立案者から注目された。ジョブズ学とは実施を待っているが EN、モザイクインクなどの混合モデルは認可状態にある一般市民に群衆の一部として クリーンエネルギーのプロジェクトに直接投資する資格を与える既存の証券法を利用している。またクラウドファンディングはクラウドソーシングのコンセプトにその原点がある。クラウドファンディングは特定のプロジェクトまたはベンチャーの資金調達をするために多くの人々から少額の寄付を通して出資を集めるというこのコンセプトの応用である。モデルは 必然的に多様な関係者を伴う。その中には出資されるアイディアやプロジェクトを提案する人々や組織、その提案を支持する群衆も含まれる。なお、クラウドファンディングはプロジェクトの主張者と群衆を引き合わせる組織によって成り立っている。一般に製品開発やイベントの開催には多額の資金が必要となるが、クラウドファンディングでは インターネットを通じて、不特定多数の人々に比較的少額の資金提供を呼びかけ、一定額が集まった時点でプロジェクトを実行することで、資金調達のリスクを低減することが可能になる。ソーシャルメディアの発展によって、個人でのプロジェクトの立ち上げや告知が容易になり、それに呼応する形で、クラウドファンディングによる資金調達が活発になりつつある。 米国ではキックスターターが有名。スポーツ分野に特化したスポーツファンディングは不特定多数からの資金調達以外に企業マッチングやメディアマッチングやセカンドキャリア対策まで幅広い形のサポートを指す形に進化している。クラウドファンディングにはいくつか源流があり長い歴史がある。1770年頃の印刷の様子ヨーロッパにおいて 数世紀以前から書籍はクラウドファンディングに似た方式で出版されることがあった。執筆者と出版者は何らかの本を出版するプロジェクトを練り上げると、まずそのプロジェクトについて広告で人々に知らせ、購入予約や予約購読の形式で申し込みをさせた。申し込みの数が十分な数に達し、出版した場合に、 それにかかった費用を回収できるくらいの数だけ購入者がいると判明すると書物の本格的な執筆、構成、印刷が進められて実際に出版されることになる。当時の書籍の予約購読方式は厳密に言うと現代のクラウドファンディングとは若干異なっている点があった。数世紀前の本の予約購入方式においては実際のお金の流れというのは 現物の本が購入希望者に届けられた段階で発生したためである。それでも本の予約購入により執筆者や出版社が本の出版という事業を進める上で必要な購入者たちを集められたという側面がある。1880年代自由の女神像の台座の建設にクラウドファンディングが用いられた。1884年 自由の女神像制作委員会アメリカが像の題材用の資金を切らしてしまった。新聞出版社のジョーゼフ・ピューリーツァーは自身の新聞ニューヨークワールドでアメリカの大衆に題材にお金を寄付するよう促した。ピューリーツアーは6ヶ月で10万ドルを集めた。おおよそ12万5千人の人々がこのために1ドル以下の寄付を多く行った。1997年。 イギリスのロックグループマリリオンのファンが全米ツアーを引き受けファン主催のインターネット上キャンペーンという手段による寄付で6万ドルを集めたこのアイディアはこのバンドが一切関わらずにファンが立案しファンが実行したのだがマリリオンは以来2001年から現在に至るまでのアルバムのレコーディングやマーケティングへの出資の方法としてこの手法を用い 大成功している。EN、アノラクノフォビアやマーブルズ、EN、ハピネスイズザロード。アメリカ合衆国に本社を置く企業の EN、アルティスチェアは、音楽のための最初のクラウドファンディングサイトとされており、後に EN、プレッジー、EN、セレバンド、EN、インジエゴゴキックスターター EN、アップスプリット、EN、マイクロベンチャーズなどのサイトが続いた。 ロックバンドエレクトリック・イール・ショックは、クラウドファンディングを十分に取り入れ、前もって、重要なレコーディングの取引を交わさない、最初のバンドの一つとなった。2004年に未契約バンドとして、100人のファンから1万ポンドを集め、代わりに、彼らに、就寝ゲストリストを提供した。2年後、彼らは、セレバンドで5万バジェットを集めた最速のバンドになった。彼らは、 生まれ故郷の日本でユニバーサルに国際的にこのアルバムの使用許可を出した。映画産業においてフリーライター、ディレクターの EN、マーク・タピオ・カインズは1997年に当時未完成だった初作、フォーリン・コレスポンデンツのウェブサイトを立ち上げた。1997年始め前後に彼は 最低25人のファンからインターネット経由で12万5000ドル以上を受け取り、彼に映画を完成させるための資金を提供した。後に、EN、フラニー・アームストロングが彼女の長編映画、EN、エイジ・オブ・ストューピッドのための寄付システムを作った。2004年から2009年までの5年間で彼女は150万ポンドを集めた。2004年12月に、 フランスの事業家や制作者のベンジャミン・ポモロとギオーム、コルバックが自分たちの短編 SF 映画、ドゥマン・ラ・ベの資金繰りのため大衆向けインターネット寄付キャンペーンを開始した。3週間以内に彼らは5万ドルを集め映画を撮ることができた。EN ・モートン・バレンスは セレバンドのようなサードパーティーのウェブサイトを使用せずに独立してクラウドファンディングを始めた比較的無名なバンドの早期の一例である。クラウドファンディングへの最も早い言及例として知られているのは2006年8月12日にファンダボログでマイケル・サリバンが表したものである。2012年に米タ・イム氏は全世界でも 最高のクラウドファンディングプラットフォームを説明し、評価する記事を掲載した。2012年、クラウドファンディングの市場規模は、前年比2倍の28億ドルと見積もられており、特に、ビデオゲーム関連での出資が著しい伸びを見せている。キックスターターにおいて、ビデオゲーム分野の出資額は2011年比で10倍以上にまで、達した。ゲームソフトでは、 スターシチズンが約620万ドル、ゲーム機では、オーヤが約860万ドルを集め話題となった。クラウドファンディングは、資金提供者に対するリターンの形態によって、下記の三類型に対別される。日本では、資金決済に関する法律や、金融商品取引法などによって、個人間の送金や投資が制限されていることから、 購入型のクラウドファンディングの企業数が最も多く認知度が高い。その一方、個人から少額の資金を募って融資を行う投資型は企業数は少ないが金銭のリターンを求める投資家の需要を取り込み国内では300億円以上の融資実績がある。なお、東洋経済新報社では投資型のクラウドファンディングを融資型、ファンド型、 株式型に区分している。日本でも、明治30年代後半、出版社のマルゼンが、エンサイクロペディア・ブリタニカの第10版を出版するプロジェクトを立ち上げ、予約申し込み金方式で、受付、第一冊を印刷、配本し、あとは、ゲップで集金するという販売法を発表して、申し込みを受け付、実行に移した。日本では、ミュージックセキュリティズの、 音楽ファンドが初のクラウドファンディングであるとも言われている。日本では第二次安倍内閣で策定された政策に沿ってリスクマネーの供給強化の手段の一つとしてクラウドファンディングを活用する施策が掲げられ規制を緩和する金融商品取引法などの改正案が2014年5月23日に国会で可決成立した。 クラウドファンディング業務に対する自主規制は以下の通り購入型寄付型投資型投資型のうち貸付型ファンド型は匿名組合による出資行為が金融商品取引法の規制対象である有価証券の一種集団投資スキーム持ち分に該当するため前述のように金商法の第二種金融商品取引企業の登録が必要となり 金商法の監督を受ける。匿名組合出資は会計上の負債に計上されるが、一定の条件下で金融機関から資本性借入金と評価される。貸付型はさらに貸金業法の貸金業登録が必要になる。株式型は金融商品取引法の第一種金融商品取引業登録、または 第一種小学電子募集取扱業者の登録が必要になる。寄付型、購入型は、金商法の規制は受けないが、寄付型は法人については、一定金額までしか損金に参入されず、個人については、控除が一切受けられない、税制上の問題がある。購入型は主に一般消費者が、資金の提供者となることから、貸し担保責任が生じるほか、 特典商取引法や景品表示法など消費者関係法の規制対象となり、提供される商品の対価によっては、寄付型と同様の税制上の問題を生じる。ありがとうございます。